それまで横浜とそこまで縁がないよね。ないないです。名古屋の監督の噂もあったんですよ。まあ借金1の A クラスです。いやいや9連戦でピッチャー見たら3人足らないな、うん、俺ほんとずぶとい。あの横浜、はい、横浜で監督をされたね。何年したの？2年。いいなぁ、俺はもう1年で終わったんだけど。なんでって思いました。え、同じ年やったかな。2005年。同じ年ですよ。で、6年もしたってことだよね。僕はまあ5年で終わりましたけど。なんで1年なのみたいな。あ、まあいろいろね、大人の事情があるんだろうね、俺はもうそういうの見えてないからね、はい、もう全くもうこうやっていくタイプなんで、もうそういう意味では、まあいろいろあるんでしょうけど、やっぱり経営者側はね、経営者のお付き合いもあるしね、はい、まあ、あるんでしょうけど。あれ、牛島監督っていうのはどこから来たんですか？ TBS です。あ、TBS の解説者してましたよね。はい、TBS が親会社。TBS、そうだ、あれ株持って、はい、横浜の株持ってましたよ。あ、それで牛島いいぞっていうのをテレビ局から来たかな。テレビ局からですね、多分。あのだよね、それまで横浜とそこまで縁がないよね。ないです。ああ。だから、あの、バッターはすごく。いや、打つ。打つバッター多い。ピッチャーを立て直したらなんとかなるんじゃないかみたいなんで、ぐんぐん打たれる。なるほど。じゃあピッチングコーチじゃなくて監督的だね。はい。その時はどういう気持ちでした？いや、そういう時は何とかしようっていうこと。もちろん、あの、うん、なんか名古屋の監督の噂もあったんですよ。おう、その時誰がなって、あ、落合ですよ。そうそう、だからそういう話があって、うん、で、なんか中日の方からちょっと返事しないでくれって、横浜の方は。で、そういう時期もあったんだ。で、その横浜の方は、うん、中日のオファーってちょっと返事しないでくれって言ってあったんですよ、ちょっと。あ、じゃあお互いにまだはっきり決めてはなかったっていう時期があったわけですね。はい、こっち側が、うん、あの落合さんもなって、うん、先になったんで、うん、もう翌年だったんで、あ、もう問題ない、はい、もうそれで、まあ、引き受けた、はい、でその時になった時に、まあ、実際自分で、まあ、言ったらあんまり知らない球団でしょ。そうですね。どういうふうに考えたのそれ。いや、もう、まあ、あまりよそから、うん、連れてこないでくれ、コーチを。コーチ陣をね、はい、まあ、今、言ったら OB 連中、いっぱいいるから。はい、で、うん、何人かだけ。どういう、まずヘッドコーチ誰でしたの？ヘッドコーチは福田さん、ね。福田行ったんだ。はい、いや、前から。あ、いたんだ。福田行ったんですね。はい、はい、はい。で、ピッチングコーチは、ピッチングコーチは野村か。野村博樹。はい、あ、バッティングは？バッティングは田代。田代君ね。はい、あ、だから、その、ピッチングコーチ、僕一人と、うん、で、福沢っていう、福沢キャッチャーね、うん、で、俺と、もう一人、山口光君に僕の肩直してもらったんですよ。あ、トレーナー、はい、トレーナーか、理学療法士、あ、療法士さんね。で、もう大学病院にお願いして、うん、リースで貸してくださいって言って。はぁ、で、あの当時って、トレーナーとコーチの関係ってこんなんじゃないですか、コーチのところ、うん、そうそうそう。で、結構コーチが言うとトレーナー何も言えない。いや、そうですね、はい、日本はね、はい、アメリカは違うからね、はい、で、こうトレーナーが無理やり押さえつけられないように、うんうん、コーチで入れたんですよ、うん、なるほど。何コーチっていうのなの？コンディショニングコーチ。ああ、コンディショニングコーチ、ね、コーチの肩書きですから、うんうん、同じ対等で行けるじゃないですか、はいはいはい、で、それで、もうこれ1日休ませたら多分、楽になるから1日休ませようとか、うん、そのコーチと話して、はいはい、で、こいつ、何日ぐらいでもう復帰できますかとかってコーチ言われても、それはそんなの分かんないじゃないですか、何日から。分かんないね、これはね。だけど、極力その早めに復活するようにしますね。あ、なるほど。そこら辺、3人だけですよ。そうか、はい。まあ、アメリカは本当にPT っていうね、はい、理学療法士さん の権利ってすごい高いし、はい、もう監督が言ってもダメですっていうぐらいの力があるから。ね、だから、それには近づけないけど、うん、まあ、それに近いところもある。はい、同じところ。で、まあ、クルーンとおるときもそうですけど、うん、フォームは僕先生、なんとかなると思うんですよ、はい、って言って、肘が2回か3回手術してるんですよ。あ、で、まあ、それを、肘はなんとか折れますぐらいな感じで言ってもらってたんで。ああ、なるほどね。あ、まあ、そういう人がいてくれるとありがたいね。そうですね。だから、うん、まあ、こんなこと言うとあれだけど、弱いチームって戦力薄いじゃないですか。薄い。だからもう連戦、夏場は弱くなっていく、はい、だんだん落ちていくんですよ、はい。だから、怪我は絶対させない。なるほど。ああ、そうか、その分で他球団 の、 厚みのあるチームに対抗しようってことですね。しかないなみたいな。ああ、で、やってみてどうでした？やってみてやっぱり、まあ、正直になるし、誰が味方で誰が敵か分かんないスタートじゃないですか。あ、そう、球団も
その辺俺分かってないのよ。あ、だからこの人信用していいのかなとか。あ、そうか。だからなんもあんまり発言しないようにしました。確かにね、あのなんかこうやって言ってたのを上にまた告げ口するような人がいたりね、なんかいろいろそういうのはいろいろいますね、はい、うん、だからそういうのを、あるんで1年目はあまり何も発言しないと。偉いね、あんたそういうところに気がつくところ。いやいや、でコーチにはお願いしたのは、うん、あの別に偉そうに言う、僕だってコーチにも言わないし、はいはい、田代さんにも敬語でずっと喋ってるね、であのコーチにお願いしたのは、うん、言ってるんですけど、うん、やらしてるんですけど、言わないでください。いや、何をやらしてる？だから練習こうさしてるんですけど、うん、言ってるんですけどっていう言葉っていうのは、あ、言ってるけどやらしてるけどできないっていう。ああ、そういうことか。うん、なるほどね。その感覚をやめてくれ。あの、できるようになるまではやらせますとか。確かにね。なんか二軍のコーチなんかやってると、もうどんだけあの我慢強く同じことを指導していくか、はい、それができない。こんなことができないのかって言っちゃったらもうおしまいですよっていうことをよく聞くんだけど、はい、だからそういう言ってるんですけどね、うん、やってるんですけどね、でもできないんですって言ったらおしまいだもんね、はい、だからそれは言わないでください。ああ、そうかそうか。あ、それで実際こう、まあ、シーズン入っていって、はい、なんかあの支障はありましたか、やっていく中で。いや、あまりなかったです、ね、もう問題なく、はい、じゃあいい感じであのずっとやっていけた。まあ、コーチ同士のなんかこんな揉め事は細かいのはありますけど、うん、まあ、あの野球する分にはそんなにそんなに大きな問題はなく、で成績はどうだったの？成績は、3位でした。すごいね、 A クラスやもんね、素晴らしい。まあ借金1の A クラスです。いやいや、借金1は素晴らしいですよ。これなんか何度負けたの？いやいやいや、まあまあそれだけども、あのそういう中で僕はそういう5割のね監督やりたいのよ。そうしたら多分ね、あの胃がキリキリするとかあった？胃がキリキリはなかったですけど。なかった？あまりその、そうですね、ありましたね。なんかよくね、やっぱりもう胃がキリキリするとか、あの自分の作戦があそここうしたらよかったなとかね。ああ、後悔はいっぱいしました。あります？俺後悔があんまりなかったな、あの1年間。うん、まあそうですね、うん、だからその後悔できるような、はい、その1点を争うゲーム、はい、こういうね、あの僅差のゲームを戦うっていうね、はい、そんなの監督したかったな。あ、だから牛ちゃんはその今聞いたら借金1って、そうそう、最高の、はい、もうプレッシャーの中でやってるなっていう感じがしてる。だから野球って本当に分かんねえなって思ったのは、うんうん、9連戦って年に2回あるじゃないですか。あ、2回かな。2回9連戦ってあるんですよ、うん、でその時に9連戦でピッチャー見たら3人足らないな、うんうんどうするよ。どうする、それどうすんの。でだからもう誰かあの、うん、投げれるやつ入れてはめ込んでいって、ここ5日で回してとか、うん、やりくりするしかないじゃないですか、はい、でその時もう覚悟してるわけですよ、うん、もうピッチャー3人おれへん、9連戦なんか、はい、もう5勝4敗と同じ4勝5敗で、まあまあまあ4勝5敗が覚悟だよね、まあ、もう覚悟で、うんうん、やるわけですよ。そうですよね。だったらその2回で、うん、7勝2敗と8勝1敗で、ね、9連戦乗り越えたんですよ。うわ、それなんで？わかんないです。僕もその多分ピッチャーはそのようにしか投げてないような先輩ピッチャーいるわけじゃん。だからもうこう踏ん張ってくれたんですよ、ね、頑張ったんだ。打つ方も良かったんだ、ね、だから手分からんなと思いながらずっともう監督の一員がそればっかりでしたね。7勝2敗と9、8勝、まあ、夢のような。そうなんですよ。それ2回やって5割ぐらいですから。そう、いやでもそれはでもすごいですよ、うん、でもそんな時あるじゃないですか、もうずっと計算通りいかないとか、もうピッチャーもずっと言ってない。いやもうタオさんにはあれですけど、あのこれ、まあ、僕ら、まあ、ある意味計算通りだけどね、僕らから の、うん、あの発想ですよ、うん、発想以下、うん、あの時の1年目の、うん、交流戦初年度でしたね。初年度やりました。で、うん、セリーグからしても、うんうん、楽天には負けたらあかん。絶対そうだろうね。なるんですよ、うん、いや絶対そうですよ。でその絶対負けられへんと思いながら行くんですけど、うんうん、6勝0敗やったんですよ。だろうね、楽天、うん、山村がとにかく初回になんか4点バーンと打たれたのをものすごく覚えてる。それでも、うん、タオさんがあの覚えてないかどうかしらけど、うん、4試合は負けそうだったんですよ、うん、あ、そうか、うん、4試合負けそうで、うん、あの勝ったっていう試合2試合しかないんですよ。なんで負けたのかな。いやいや、何で負けたのに言われて、あのそんなあれじゃなくて、たまたまこう、もう2回で先発変えたりとか思うし、ああ、そうなんだよね。もう心以上はあかんとか、うん、いろいろあって、でもそれだけ、うん、あれだけ言われてても、うん、そんな状況ですから、だから、やっぱり怖いんですよね、やっぱり野球って、うん、本当に、そうだね、
勝って当たり前って絶対ないですよね。そうだよね。だってあの時名古屋ドームの中日戦3連勝しちゃった、はい、阪神ファンにえらい喜ばれちゃういや本当ですね。だから、うん、ちょっとこう野球ってこう歯車が狂うとアウトで変わるね。狂うともずっと悪い方になっていくじゃないですか。いや本当そうね、はい、本当選手の成績もそれあるよね、はい、だから1年目うまいこと歯車が絡んでくれたんですけど、うん、2年目やっぱり歯車がちょっとずれたんだ。やっぱり6位ですね。6位になったね、はい、まあ、それも球団には言いましたけどね、補強なかったんで、うん、でこれで今のままで予想は補強しますよ、うん、まあ、うち補強なしでいいんですけど、うん、もう多分、うん、怪我人出たりビリになりますよ。そうね、うまくいったんいってやっぱり借金1だったっていう話だよね。そう、それを感じてくれないといけないね、はい、うん、その話はしましたけど、ね、そうか、1年目の終わった時じゃあそれで、まあ、2年目終わって2年目がその再開くらったんでっていうことで、まあ、終わったわけ。そうですね、3年目もうやってくれって言われたんですけど、ね、言われた。でももう無理です。なんで無理だったの。いや、もうこのまま行ったって、うん、なんか明るいものが見えない。見えない。あ、でこのまま1年目3位やったやつがビリビリとかなって選手と一緒にやったら選手盛り上がんないじゃないですか。ああ、そうか。なるほどね、トレードっていうのはね、やっぱりチームの成績がいいときはいいトレードができる、はい、最下位のときトレードしてもそんないいトレードできないんだよね、うん、そうですね。そうやって考えるともう6位になったときはもうトレードしても大したことないんだよね、うん、ああ、そうか。それを自分でも察知して、もう、はい、もう退くのがいいんだと、うん、でちょっとムードを変えていってもらった方がいいっていうことかな。せっかくちょっと良さが出てき始めてて、うん、まあ、村田や吉村が出始めて、ね、あ、そうか、あの頃ね、内川とかみんなこう伸び始めて、はい、そうね、若手がビリビリでいったら、またせっかく伸びてきた方が、そうか、もう一伸びっていうのをもう一回雰囲気変えた方が、変えた方がね、この頃は絶対良くなるやろっていう思いがありました。なるほどね。そういう、まあ、次のことも考えてのまあ退任という形に。そうですね、次のことよりも選手、一緒にやった選手、ね、選手たちのためにもね、はいはい、それで結局何、次の年の監督は誰がやったかな。大谷さんか、はい、それで大谷さんだった、はい、そうか、大谷さんか、それでその後近藤さんっていう感じ。え、大谷さん、2回目の大谷さん。あ、2回目のね、はい、2回目の大谷さんね、はい、あ、そうか。それでまあ2年監督して、はい、それでもうその後は解説か。そうですね、はい、そういうことですよね、はい。どの時期が一番なんか楽しかったとか充実してたとか。そうね、その都度ですね。その都度、はい、まあ、良かった時だけじゃなくて、うん、悪かった時、うん、ダメだってしんどい時の、はい、もう一回こう戻ってくる努力してる時も、はいはい、あれ良かったなとか、うん、いろいろ。監督は監督で良かったですけど、はい、監督やって楽しいのは秋の練習だけですね。いや、俺はね、意外と楽しかった。本当ですか。弱いけどね、弱いけどね、毎日毎日刺激があってね、でもこのメンバーでどうやって勝っていくのかなっていうのを考えていくのも楽しくてね、はい、僕は意外とね、本当に自分で思ったのはね、牛島は案外繊細なんだけど、俺本当ずぶとい。あのね、1年で、ね、自分を再発見してるんだよ。ずぶといわこいつはですよね。でも監督やったら分かりますね。分かった。自分もこんな俺繊細だったんだ。いや、だからそうでしょ、はい、だからそこ の違いをね、はい、すごいやってみて分かった、はい、もっと俺は繊細な人間かなと思ってたんだけどね。いや、周りから見るとそうでもなかったですよ。繊細でもなかったですよ。なかったね。まあ先輩にこんな言うの。いやいや、そうか。それを自分で知ったのが。まあ、こんなとこでしたね。でもまあいい野球人生、まあ、これからまだ ね、 そうですね、先ありますけども、はい、一旦、はい、いろいろお話ししてもらって楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。